エトリヒタウベは、オーストリアなどで作られた初期の航空機である。第一次世界大戦初期の軍用機の一つである。1910年に初飛行した。ドイツのルンプラー社とライセンス契約して生産が始まったが、ルンプラー社がライセンス料を支払わないので、エトリッヒは特許を放棄し、ルンプラーをはじめ、アルバトロス、ゴータ、DFW、ハルバーシュタットなど多くの会社が製造し、約500機が生産された。極めて安定性の高い飛行機で、第一次世界大戦が始まると軍用機として用いられたが、運動性能は悪かったので1915年夏には前線から退いた。その後は練習機として用いられた。日本でも1914年に帝国飛行協会が2機を輸入した。大正博覧会で展示されたほか、第1回民間飛行大会で磯部鉄吉の操縦で、航続記録を出すなど好成績を収めた。第一次世界大戦では、青島要塞攻撃戦で、ドイツ軍がタウベを1機投入。その機動性に、日本軍のモーリス・ファルマン機は翻弄され、急遽前日の民間機のうち1機が徴用されて、青島に送られたが、停戦により活躍の機会を逸している。タウベは、鳩のことで、主翼と尾翼の形態に由来するが、そもそもは、南洋のウリ科の植物アルソミトラマクロカルパの種が10から15センチの羽で安定した滑空をすることを知ったオーストリアの設計者イゴ・エトリッヒ博士がその種子の断面や0時下げを取り入れた翼の形の無尾翼グライダーを作ったことに始まる。動力化に伴って通常の尾翼胴体が追加されたが主翼の特徴的な形は残った。主翼は翼下面からトラス構造の交換で支えるという珍しい構造で、挑戦で支えた胴体と相まって安定性の高い機体となった。タウベの図面出展、木村秀正、田中正一、日本の明紀100選文春文庫 ISBN4 から16から81203から3997年。ありがとうございます。